B 級駆逐艦はイギリス海軍の駆逐艦の艦級、A 級をもとに対戦性能力などを強化した紹海性型として1928から9年度計画で9隻が建造された。ビーグルをネームシップとしてビーグル級と称することもある。イギリス海軍は1924の5年度より駆逐艦の建造を再開し、まず改め、 W 級駆逐艦をもとに第一次世界大戦の戦訓や新しい技術を盛り込んだプロトタイプとして Amazon とアンバスケードを建造した後1927から8年度で量産型として A 級を建造した。続く1928から9年度での建造艦は当初はより大型強兵装の艦として計画された。しかしコスト面の問題から結局は A 級の紹介性型となった。これによって建造されたのが本級である。上記の経緯より設計面では A 級とほぼ同様であり、このためアメリカ海軍協会などでは A 級と一括りに AB 級として扱われる。戦首老型、日本煙突という基本構成や艦内の触覚配置も踏襲された。機関構成も A 級と同様である。ボイラーは、 海軍本部の設計によるアドミラルティ式三同型水管ボイラーを搭載した。蒸気清浄は、圧力 300LBF、インに、温度摂取315.5度であった。タービンは、パーソンズ式、オールギアードタービンであり、独立した巡航タービンは持たず、高圧タービンの中に設ける方式とされた。並走面でも、おおむね永久の装備が踏襲された。官報は、 A 級と同様、45口径 12cm 砲4門を搭載した。ブルドックでは、2番砲に60度の行角が取れる CP マークサーティン砲画を採用し、広角砲を兼用できるように措置されたが、試験成績が不良であったため後に撤去され、標準的な弊射砲としてのマークホーティン砲画と組み合わせての搭載となった。水雷兵器としては、 A 級と同じく21インチ魚雷発射艦を4連装2機搭載した。魚雷としては当初はマーク V を搭載しており、後にマーク9に更新した。一方、本級より単身技として119型ソナーが装備化され、対戦兵器も搭載されているが、装備位置の面で対戦兵器が爽快兵装と干渉することから、本級では 総海兵装は省かれた。また、第二次世界大戦が勃発すると、生き残っていた艦は護衛駆逐艦として改装され、271型レーダーの装備や後部魚雷発射艦をバーターとした45口径7.6センチメートル広角砲の搭載や対戦爆雷搭載数の増加などが行われた。また、ビーグル、ブルドックは、 45口径 7.6cm 広角砲を搭載しない代わりに70口径 20mm、機銃6門を搭載したほか、1番砲を撤去して、ヘッジホック対戦迫撃砲を搭載、爆雷搭載数を125発に増加させている。A 級と同様、共同艦1隻を含む9隻が建造された。対戦において5隻が撃沈されたほか、残る4隻も、 戦時中にギリシャ海軍に対応された一石を除いて戦後間もなく予備役編入の後解体された。ギリシャに対応されていた一石も1951年にイギリスへ返還後間もなく解体された。ありがとうございます。